はい、596回始めたいと思います。2022年12月22日喋ります。まだまだあるんですよ。 TVK ニュース、これテレビ神奈川ですね。いやー、これもね、もううんざりするニュースですよ。おととし、川崎市川崎区、首都高速でスポーツカーが乗用車に追突し、夫婦2人が死亡した事件、横浜地裁は12月19日、運転手の男を危険運転致死罪で起訴しましたと。起訴されたのは、東京都江戸川区の、会社役員、彦田義行被告52歳ですということで、52歳の会社役員、おととし、なんとスポーツカー、首都高速、ぶっ飛ばしてたんですね。最大時速、なんと268キロですよ。出して車列に接近、その後、車列の2台、2台目を走っていた車が車線変更したところ、時速200キロほどで進入し、前を走っていた乗用車に追突。乗っていた内山仁さんと妻、美幸さんを死亡させた罪に問われていると。で、事故当時、この被告、彦田被告は、100キロ以上は出ていたなどと話していたと。ただ、調べでね、このニュースだけちょっと分かんないですけど、おそらく調べでは、おそらく200キロぐらいで突っ込んだんじゃないかと。スポーツカーですからぶっ飛ばしたんでしょ。ふざけてたっていうか、この会社、いいおっちゃんなんですよ、これね。このニュース、まず、車のニュースね、この痛ましい事故、まあ本当に事故ならいいですよ。不注意って言ったら変だけどね。ミスとかね、なんて言うんだろう、ちょっと寝不足が続いててぐらいな、ぼやっとしてたとか、あと視界が悪くて、とかね、多少分かるっていうあれはあるんですけど、この首都高速258キロでぶっ飛ばすとかね、ありましたね。私、318回、確かこれ運転してたの未成年だったと思うんですけど、大分だったかな。まあ見てもらえれば318回ね、これも痛ましい事件、200キロぐらいの BMW ですよ、確か。それで突っ込んで人殺してるね、未成年が。っていう車の事故あったし、あと、煽り運転ね。まあ何回かやってますけど、最近では571回でね、煽り運転扱ってます。で、もうこの車のね、まず首都高で258キロ。これよくね、警察もね、268キロか。調べたなっていうか、どうやって出したんだかわかんないですけどね、このキロ数。本人は100キロぐらいって言ってるみたいですけど、この調べでは268キロで接近して、追突した時には約200キロほどで追突したんじゃないかっていうことで調べて、検察ね、起訴に持ってってるみたいですけど、危険運転致死で、これ本人は100キロぐらいでって書いてますけど、まあいずれにしてもですよ、いずれにしてもっていうか、スポーツカーで268キロ出したっていうのは間違いないんだと思いますよ。この時点でもう完全に法を犯してるわけでね、当たり前だけど。高速とはいえ、何キロ出してんのっていう。こんなに、本当に、スポーツカー出ますからね。200キロとか250キロとか。私出したことないからわかんないけど。まあ、性能的には出るでしょ。わかんないです。何の車種かこれ。ポルシェなのか。BM なのか分かんないですけど、本当に危険極まりない。これ出した時点で危険極まりないから、200キロとか、これ刑罰を重くしてほしいんですけど、危険運転致死で一体何年ぶち込めるのか。このね、会社役員も調子こいてたんでしょう。もうバカボンボンか、資産家か、そんなとこでしょ。もうあと煽りね、このスピード違反もあれだけど、スポーツカーとかね、外車乗り回すやから、これろくなもんじゃないっていうのが一つ。あと、
煽り運転、これ私今ね、これ今朝方、あ、薄暗く明るくなってきた、若干もう6時か、うん、夜来たんですよ、12時ぐらいに家出て、したらね、これ田舎の一本道なんですけど、トラックがね、煽ってくるんですよ、私のことを。これね、路面濡れてるし、夜だし、まあ、あんまり私もね、目良くないんでね、怖いんですよね、煽られると。これ怖かった、さっき、本当に。結構大きなトラック、4トンとかより大きかったと思いますよ。で、そのトラック、まあ、煽ってるっていうか、急いでた感じなんですよね、夜中で。そんな悪質じゃないんだけども、やっぱりね、大型に後ろつかれるとね、田舎道で雨で濡れてる、路面が濡れてる、視界が悪い、慣れてるとはいえ、一本道田舎の。で、スピードもそこそこ出てる。5、60は出てますよ、少なくとも。もっと出てる。あんまり板がないけどね、キロ数は。もっと出しましたよ、後ろから。もうこれね、譲るにしてもね、怖いんですよね、結構。夜って、一本道とか。で、ほんと縁石乗り上げんじゃねえかとかね。脱輪するんじゃねえかとかね。あと、まあその他もろもろ。譲ろうと思ったら事故るとかありますから結構。そうしたらこれこのまま行った方、変えた方がいいのかなって感じでここまで来ましたけど、煽り運転もほんとやめてほしいっていうか、このね、いろんな意味で、やられた側ね、の気持ち。やる方は何でもそうですよ。やられた側の気持ちになること。もっと言うと、虐待とかなんとかもそうだけど、そこに愛はあるんかいと。アイフの CM じゃないけど、大地真央じゃないけど、言いたいね。知的障害者施設、身体障害者施設、高齢者施設、あとは幼稚園とかね、そういったところ虐待が相次いでますけど、もうトドのつまりはそこに愛はあるんかいと私は問いたいね、皆様方に。本当にこの煽る人もそう、ぶっ飛ばす人もそう、200キロで。もうマザーテレサが言ってたよ、愛の反対は無関心だって。本当無関心。自分が煽ってる今の目の前の車に妊婦が運転してるとかね、80歳70歳の高齢者が運転してるとか、そういうことを考えてみなさいよと。分かんないんだから、本当いろんなケース想定して、そこに愛はあるんかいと、自分に問うてみてください、皆さん。本当に熱くなっちゃいました。明るくなってきましたよ、夜明けです、皆さん。あー疲れた。596回、このね、256kg の彦田被告、52歳。まあそんなに重くはならないでしょうけど、気持ち的には懲役15年以上の刑に処したい。2人殺してますから、これ殺人ですよ。本当にとんでもない輩ですよ、私に言わせると。ね、人の命奪ってるんですから、これ殺人です。260キロとか出してんだから。ね、こんなにスピード出したいんだったら、本当にレース場とか借り切ってやってくれてできるんだから。本当に金あるんでしょ、会社役員なんだか知らんけど、レース場でできますから。ぶっ飛ばせますから、そういうところで思う存分やってくれと。こんな首都高とか一般道とかでやめてくれっていうね、一般人運転してるんだから、これぶつかったらどうなるか考えてみ。本当に許せないですね、熱くなる、こういうのは。本当に殺された側の目になってみなさいよっていうね。いやー腹立つね。596回これぐらいに終わりしたいと思います。はい、ありがとうございます。チャンネル登録52名ですか、皆さん本当にありがとう。最後ね、今日ねお礼を言って帰るんですけども、まだまだ先なんですよね、もっと喋んないと。本当にもう肩凝ってきた。ありがとうございます。チャオ。